韓国のリラクフチ首相がツイッターで北朝鮮の大韓国宣伝用ウェブサイト、我が民族同士をフォローしていたことが確認された。李首相は論争が起こるとすぐにフォローを外した。16日、メディアによると前日まで、我が民族同士ツイッターアカウントのフォローリストには李首相の公式アカウントが含まれていた。 我が民族同士は北朝鮮の対外機構である祖国平和統一委員会が2003年から運営する政治宣伝用インターネットサイトだ。この件に対して首相室は、李首相がフォロー中であることを知らなかった。誤ってフォローしたようだとし、事実を知りすぐにフォローを外したと述べた。